こまで決して楽な道のりではありませんでした。数々の戦いにたどり着いたこの決勝の舞台、アジア最強は2つとありません。クラブの意地がぶつかるファイナルです。スタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。この声援を背中に受け、両チーム今日のゲームを戦います。この時間は浦和レッズ対アルヒラル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、ファイナルを迎えますが、このゲーム、アジア最強を決めるにふさわしい非常に楽しみなマッチですね。選手としてはついにここまで来たなという感じでしょうね、はい、決勝のプレッシャーはもちろんありますけど、自分たちのスタイルを貫きたいです。 AFC チャンピオンズリーグ決勝、浦和レッズ対アルヒラル、もちろん緊張感が一番あると思うんですが、はい、やはりシュート、さあこぼれた、弾いたボール、浦和は同じような、このファーストハーフ最初のコーナーキックは浦和、ポスト左、裏のスペースを狙う、ポイント入りますよ、ノーベルグシュート、来た来た、先制、ウーッチユーザー、このファイナル均衡を破ったのはこの男、中盤で奪ってからのカウンター決めて、さあ浦和パーツのあるゴールが決まりました。この1点は大きいですよね。これで自分たちのペースでシュート、来た、追いついた、いや早かったですね北澤さん。いや素晴らしいですよね、流れは相手に渡さないという気持ちが出ましたね。キーパーの取れない位置を狙ってシュート、なんと止めた、でチームを救いました。浦和は2本目のコーナーキック、この位置から打ってくる、オーベルグ、これは合いません。さあカウンターだ、小泉、もう一つ前に行きたい、アルシャフラニ、ここは読んでいました、シュート、相手もましたよね、いい攻撃の形だったと思いますよ。アルヒラル、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。長いボールを入れます、シュート、いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。いい反応でしたよね、ファインセーブですよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ここは繋がりません、スルーパス、このパスシュート、うわー、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。スルーパスのタイミング、そしてボールをもらう前の動きがすごかったんですけどね、チャンスはものにしておきたかったでしょうね。いやー、どうだこのシュート、連続ビッグセーブです。さあラストプレーになるのか、前半ヘディング、これはクロスバーのわずかに上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。スルーパスを出す、イグアロに渡る、
ナレガー、いやー勝ち越し、試合をひっくり返します。フリーの状況を作ってしっかり決めてき、ここで笛です。緊迫の決勝戦、まずは栄光を手にしているのはどちらか、現時点では神のみぞ知るという結果になっています。 AFC チャンピオンズリーグ決勝、浦和レッズ対アルヒラル。ではこの後も試合をお楽しみください。では後半見ていきましょう。これ45分で全てが決まるわけですから、はい、もうこの試合のことだけを考えて戦ってほしいですよね。そうですね。酒井、このボールに触ります。スペースを狙った、さあ抜けた、このパスはキーパーへ。酒井からのスルーパス、モーベルギとのコンビネーションを狙っていたんですが追いつけませんでした。これは合いません。さあ左サイドへ、ここはつながりません。クエジャル、これは合いません。いや少しいい形になりかけたんですけどね。さあフリーだ、裏を狙っていきます。オフサイドです。ショートカウンターが特徴かと思うんですが、このゲームでもそのあたり注目ですね。そうですね、ショートカウンターは奪ってからのトランジションでどれだけ早く連動できるかが大事になるんですよね。なるほど、しかしそれにはやはり選手の運動量が求められますよね。そうですね、ペース配分をどうするかも注目ですよね。はい、90分通したゲームマネージメントが必要ということですね。選手交代含め監督の采配にも注目しましょう。これはいいプレー、ボールを受けてシュート、終わるわけにはいかない、優勝に望みをつなぐ同点ゴール。今のゴールフリーで受けてからのレー対応を受けてしまいますね。パスからのシュートの流れが絶妙なゴールでしたね。さあ浦和再び追いついています。浦和としてはよく追いつきましたよね。はい、ついてプレーしたいですよね。そうですね。 Coming on the field is number 3、 ここはつながりません。ムサマレガから右へ、これは届くか。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。アルヒラルとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。さあ繋がるか、仕掛けるか、シュート触った、浦和絶好のチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこう決定機を阻止しました。アルヒラル、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。試合も終盤に入り、残り時間もあまりなくなってきました。このままいきますと延長戦に突入ということになります。定期につなげたいですよね。ユンカ、いい守備で奪う、スペースへ、もっといいボールでしょ、これは合いません。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。オーベルゴールのとこのパス、スルーパスを出す、もういいですね。マテウス・ペレイラ、ムサマレガ、ムサマレガから右サイド、裏へ届くか。さあ右へ預けて、イグアロからカリージョ、ボールが収まる、シュート、ここで笛、まさしく決勝ならではの戦いになってますよね。延長戦です。あっという間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。さあご覧のようにゲームはすでに再開しています。
意地と意地のぶつかり合い。なおこの延長前半からはレギュレーションにより選手交代枠が一つ追加となります。シュート防ぐ。目が離せませんね。今日のゲームは大きなピンチでしたがチームを救いました。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。裏を狙っていきます。うわまだある。シュート。裏はビッグチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。緊迫したいですよ。ここはノーベルグへ酒井シュート。来た。勝ち越し。なんとゲームをひっくり返しました。これで逆転。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。バッテリーの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じです。さあ浦和勝利に向けて一本抜け出しました。どうこの距離から狙う。ここでホイッスル。あっという間の15分間でした。さあここでキックオフです。さあ残り15分。この15分で勝者が決まるのか。それとも PK 戦に。シュート。これはキーパー。モーベルグ奪いに行きます。さあカウンターを仕掛けます。サイドを使います。クロスを入れる。クリアです。ヘッド。アルヒラルチャンスを迎えましたがどう。カヌやはりヘッドで狙ってきます。アルヒラルは先ほども同じような期待できますね。頭できた。チャンスのシーンでしたが同点に追いつくことはできませんでした。これは捉えた後で積極的に出るのは分かるんですけども、やはりこういったシュートの形を作れるかどうか大きいですよね。スルーパス。モーベルグこの試合ですでにアシストを記録しています。この位置で受ける。さあキーパーと勝負。さあシュート。追加点。決定的なゴールになるのか。高さを見せてくれましたよね。4回、今日3点目。さあ浦和ここで試合終了。 AFC チャンピオンズリーグ優勝決定の瞬間です。いや選手にとっては最高の瞬間になりましたね。この瞬間を目指して戦ってきたわけですからね、はい、決勝というプレッシャーもあったと思うんですけど見事な優勝ですね。そうですね。このアジアの戦い難しさもあったでしょうね、はい、やっぱりアウェーゲームの過酷さもありますし普段のリーグとは違う戦い方をする相手も多いですからね、はい、それに打ち勝っての見事な優勝ですから素晴らしいですよね。そうですよね。見事な戦いでアジアチャンピオンに輝いた選手たち喜びの様子を見ながらお別れとなります。実況はジョン・カビラ、解説いただいたのは北澤剛さんでした。北澤さんありがとうございました。ありがとうございました。